すぎる。はい、準備できましたか？できました。今、夜の7時半で、今から夜市に行ってきます。行ってきます。しんちゃん、イエーイ、イエーイ。しんちゃんは行かないけど、後でね。人いっぱいです。すっごくない？思わなかった。私も来たの2回目かも。私もここ来たことないでしょ。あるよ。夜市だけどいっぱいあるからね。なんか美味しいのかな。すごい並んでるよ。なんだろう、何これ。すごい。お腹すいちゃうね、この匂い嗅ぐと。これ何？スイートポテトボール。甘いの。おやつだね。おやつだ。美味しそうだけど。ね、やめて。売れてなくてスイカだから、ね。スイカなの？スイカジュース飲みたい。スイカジュース飲みたい。なんかタイっぽい今日。タイっぽい今日？これじゃない。これを飲みますか。何、もうなんか好きなもんね買っちゃって、なんかいろいろ試してほしい。なんか日本にないものが多すぎて、なんか何食べたらいいのかわかんない。でエリンギってさ、すごい有名なの。なんかいろんなとこにあるよね。有名っていうか、そう、夜市には売ってるみたいな。ザリガニ。これザリガニ、すごい。フレッシュ、すごい。ツル彫刻って感じ。めっちゃ新鮮じゃない？あの梨とか。梨大好き。これ選んでだって1個。多分これだな。これが好き。だってなんかヤバくない？プニプニしてて。これにしよう。すごい。みちりんって書いてある。すごい賞取ってるよ。1,2,3,4,5。5年連続。そう、フォロワーがおすすめしてくれた、ここ。食べてみようよ。とルー、これ日本語で言ったらルーローハン。これで200元。いただきます。いただきます。あ、薬膳の匂いする。一回スープ飲もうかな。やば、うん、おいしい。無理、水分、あの産後ケアあるじゃん、台湾の、うんうん、毎日こういうスープ出んの、体めっちゃ体にいいの。なんで体にいいの？体にいい、そういう余計が入ってるんだね。煮込んでるから。へー、なんかすごい初めて食べる味だよね。日本にないよね。このスープ多分日本人ダメな人はダメだと思う。うん、あの癖が強い。そう、でもなんか体に良さそうな味はする。そう、ご飯美味しいから。ご飯日本人食べれるよね、うん、すごい美味しい。でもなんか緑の何
なんか青唐みたいな感じ。おいしい、ね、おいしいよねこれ。なんかたまに油が多いところあるの。へえ。でもここは結構油っこくない。そう、食べやすい。あ、確かに飲めば飲むほど。え、じゃあハマるでしょ。なんか分かる、どんどん飲める。そう、最初の一口がめっちゃくせ。なんか想像してたのと違うから最初びっくりしたけど全然美味しい。豚の足です。豚足。そう、めちゃくちゃ。え、待って、全然あるよ。まだもうここで終わりかと思ってた。もっとあるんだ。ここ長いの、この夜市は。そうなの。なんか普通にもっと食べたいけどもうお腹いっぱい。お腹いっぱいだね。だってスイカジュースと、うん、あのスープのおかげもうタプタプ、もうほぼ水分じゃない。そうなの。あのルーローハン美味しかった。すごくない、どういうことなの。え、これ大丈夫、安全的に。え、すごい揺れてるよ。すごい落ちそう。なんかさ、わかんないのある、これは蝶。あ、蝶。蝶。トサカ。トサカ？鳥のトサカ。え、それ？あれ。あ、なんかコラーゲンたっぷり。コラーゲン的なやつだよね。これがやばい。草原ができてる。ネギの草原。美しい、もはや。芸術ですね、これは。美味しそう。朝ごはんに食べたい。ねね、しかも靴下で全部買ってくれる。食べやすい。何これ。背中真っ赤になってるよ。これは1個25元で、魚のすり身と中にゆで卵を包みます。よいちゅん、いちゅん。ケチャップと塩コショウ。重い、意外と、ね、なんかもっと軽いと思ってた、ね、気をつけて。絶対熱いや、揚げたてだから。うん、美味しいよね、普通に。美味しい。あの、かまぼこ？これは、もう夜市には絶対ある。うーん。あの、卵のところを食べて。ほら、うん、卵出てきた。卵、うーん、奥にあったんだよ。てか、ほんとここサイズでかい。すごい。エビチリしてる。エビ食べるのかな。ねえ、これ釣ったら食べるの。これ買う用じゃないでしょ。あのペットじゃないでしょ、買う用。ね、カメすくい。锅它的屁股这边这里，然后线可以放最长，从侧面这样勾，勾住之后先把线卷短，卷到。
到对转针啊会比较好，线越短啊比较不会断。对，那你们先试看看。好，谢谢。ザクザクじゃなくてゴリゴリしてんだろうね、うん、イカってこんなもん、だってなんかキュなんかみたいな感じだよね、なんかこんにゃくみたい、やみつきになる、これはおつまみだね。そこのスイカ割って食べたい今。でかっ、うわ辛っ、辛うま、それ食べる人なんだ。何これ、わかんないっていうの、ね、食べる前にさ言ってよ。何なんかさ、うん、すごい癖のある味でしょ、うん、そばに入ってる。え、そうなの、はい、牛肉麺。あ、牛肉麺にそう、台湾の料理よく入ってるの、入ってるね、これ好き好き。じゃあ台湾向いてるね、うん、はい、かも、うん。見て、これどれ、あれ、これは、そう、これ台湾のフルーツ、さっぱりしてるでしょ。おいしい、うん、おいしい。これリサめっちゃ台湾向いてるっていうか、本当、うん、好き。もう私たち帰るよで、最後にこのフルーツジュースをもう一回飲んで帰るよ。これがね、ちょっと辛すぎたんで。何にしよう、最後と、よいち、次回台湾来た時も来たい。うん、来たい。食べてないものいっぱいあるもん。そうだね。なんか、水分でお腹いっぱいになっちゃったから。台湾暑いし、暑いし。喉乾く。うん。確かに台湾来てからすごい飲んでるかも、水分。日本にいてもあんま取らない。しかもサイズがでかいじゃん。あ、そうそう、何もかも、そう、これもそう、これもそう、シェア、もう人いない。うん、はい、もう飲んで帰る、もう帰るよね。うん、もう帰ろう、今日は。今何時だっけ、11時ぐらいだっけ。うん、そんぐらい。楽しかった、めっちゃなんか観光客味わえてた確かに。だってさ、アデリと来てもさ、これこれね、すごいって言わないじゃん。なんない。なんないんだ。なんないね。これまあ当たり前だよね、みたいな感じになっちゃうの。あ、ここもるんじゃない、光。ロンがいいじゃん。はい、一周ぐるーっと。あー。あー。いろんなものが新鮮で、うん、楽しい、やっぱり。よかった。日本はないもん、こういうところが。
原宿の竹下通りぐらいだね。竹下通りよりクオリティがすごい。タクシーいっぱいあるわ。本当だ。じゃあみんなまたね。